サッカーファンの皆さん、こんにちは。ロンドンスタジアムへようこそ。大勢のサポーターの熱気の中からサッカー中継をお送りします。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはプレミアリーグの一戦、ウエストハムがリバプールと戦います。この一戦も面白い組み合わせになりましたね。いくつか見どころはありますが、試合の中で解説していきたいと思います。こちらがウエストハムの先発メンバーです。福西さん、4-5-1のフォーメーションでしょうか。はい、よりオフェンス重視のフォーメーションですね。サイドバック、サイドハーフの縦のラインの攻撃と中盤の人数を生かしたプレスが主な強みでしょうか。こちらがリバプールの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングにいる選手が攻撃を活性化させます。ウエストハムユナイテッドの紋章には2本のハンマーが描かれていますが、これは製鉄と造船を生業とする会社のクラブチームだったことに由来します。今でもハマーズやアイアンズと呼ばれるのもそういうことなんですね。キックオフです。注目の一戦が始まりました。リバプールの選手たちにサポーターからの期待が集まります。ダルウィン・ヌニエス、これはいいぞ。ここで攻撃を止めます。ウエストハムがフリーキックを獲得しました。今日の試合に臨むリバプールはリーグ最多得点を誇ります。今日はアウェー戦とはいえ、このチームの得点力が衰えることはないでしょう。絶好のチャンス。ボールを一旦外に出しました。コーナーキックです。格上のチームを相手に貴重な得点のチャンスです。このコーナーキックにはサポーターも今日一番の声が出ているようです。中に入れた。ここはディフェンスがクリア。ボーエン、ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。チャンスかと思いましたが相手ボールになりました。ひときわ高い歓声が上がります。アリソンのダイビングセーブ。ショートコーナーを選びました。中にいいクロスが入ります。このボールにはキーパーが反応しがっちりキャッチしました。ここはタックルでうまく対処しました。相手ボールのスローインです。そういえばリバプールの前節は快勝でしたが、あのレスターシティ戦を経てのこの試合、福西さんはどんな結果になると思いますか。この試合ではホームでの地の利もあって2対0で勝っていましたね。まあ前節のあの勢いがあれば今節の勝利は間違いないでしょう。キーパーがいいセーブを見せました。ボールはゴール前へ。一旦クリアしましたね。
シュートです。しかしキーパーが難なくセーブします。リバプールがボールを失いました。マイケル・アントニオ、ウェストハムのフリーキックになります。いいところに通った。最後はキーパーが処理しました。ボールを失いました。アントニオ、ブロックした。相手のシュートに反応しています。さあ一気に仕掛けるか。中でフリーダが、これはキーパーが止める。シュートを許しません。コーナーキックです。勝ち越しに結びつけられるか。ボールが中央へ向かう。ボールはキーパーが触った。よく止めましたね。今のは難しいセーブですよ。クリアしたボールが相手のチャンスになりそうです。このシュートは簡単に止められました。リバプールパスをつなげない。ウェストハムのスローインで再開です。タックルで攻撃を切りました。ただし相手のスローインです。クドゥス、サマーフィル、キーパーが外に弾き出しました。勝ち越しかと思われましたが、ゴールネットを揺らせません。これはもったいないですね。うまくタックルしましたね。ボックス内で仕事をさせません。カウンターのチャンスです。いいクロスが中に入った。ここは大きくクリアしました。パスをカット。攻守が入れ替わります。ボールがラインを割ってゴールキックです。さてイングリッシュプレミアリーグではこの先も熱戦が続いていきます。 EATV の生中継でお楽しみください。ウエストハムユナイテッドがマンチェスターシティと対戦します。これは注目度の高いカードですね。両チームとも相手の分析を進めているでしょうし、白熱した展開が期待できそうです。コーナーキックを蹴った。両チームともかなりのチャンスを演出していますから、見応えのある試合になっていますね。まあこういうことを言うと急にスローな展開になったりするんですけどね。エリオット、ブラッドリー、いいスペースにボールを出しました。ここはキーパーが見事に対応。ジョーンズ、1点リードにできるか。一度クリアしたい状況ですが、ゴール。キーパーに一度はセーブされたものの、今度はゴールに沈めました。このシュートにキーパーはよく反応しましたね。しかし弾いたボールに味方のフォローがなかったため、相手に決められてしまいました。こういうファインプレーには周りが応えてあげないとダメでしょう。さあウエストハムボールのキックオフでリスタートです。現在1点ビハインド、まだ追いつける点差です。シュートを狙う。枠に行っていましたがディフェンダーが弾き出します。ポスト際への強烈なシュートはわずかに外れました。
このタイミングで選手にカードが提示されました。レフェリーはアドバンテージを取っていましたが、ここで警告を与えます。ここはレフェリーがファールの笛、危ない場所でのフリーキックです。いい距離ですね。ゴールを狙いそうです。エリオットにチャンス。ここで長いホイッスル。前半終了です。さあ後半戦が始まりました。ウエストハムが1点を追う展開。ここからの反撃が期待されます。裏を狙ったロブでしょうか。通ればチャンスです。インターセプトしました。チャンスになりそうだ。アレオラが止めました。見事なダイビングセーブです。エリア内へ向かうか。このヘディングはわずかにポストの外でした。タイミングは良かったんですが、少し運がなかったですね。ボーエン、サイドが空いています。中央にクロスが上がった。アリソンが防いだもののプレーは続いています。ゴールゴール。一度はキーパーの好セーブに阻まれたものの、今度はしっかり決めました。ゴールシーンをもう一度見てみましょうか。最初のシュートはキーパーが好セーブを見せて弾き出します。しかしプレーを切れなかったので、結局相手に決められてしまいました。キーパーにとっては運だったと言うしかないですね。これはいけません。あっさりとパスカット。ウエストハムがフリーキックを獲得しました。どうやら注意だけで済みそうですね。しかしまた同じようなプレーをした場合はカードが出るでしょう。相手ボールです。ギド・ロドリゲス、ディフェンスをかわした。打ちに行く。見事なセーブ。ここはしのぎました。ウエストハムのコーナーキックになりました。同点の今リードするチャンスです。ん？ショートコーナーですね。リバプールのフリーキックでゲームが再開されます。どちらもここで選手の交代があるようです。パスをつないできましたが、ここで奪われました。両チームとも中盤でのボールキープに苦しんでいるようです。ディアス、サラーに向かう。ボールをクリアしました。さあカウンターを仕掛けるか。ここはドリブルに入ります。
狙えます。ゴールキーパーはポジショニングを誤ったか。しっかり得点を奪ったのは見事でしたが、キーパーどうしたのでしょうか。無人のゴールってどういうことなんでしょうか。これは外しようがないですね。監督がこうやって怒る気持ちも分かりますが、追いつくためには冷静になった方がいいでしょうね。ここでプレーを遡って選手に警告が与えられました。先ほどのプレーに対してのカードです。モハメド・サラアタッキングサードに攻め込みます。何を選択してくるんでしょうか。前でインターセプトした。まだプレーは続いています。ブロックでしのいだが危機が続いています。あっとリバプール同点のチャンスをものにできず。惜しかったですね。これはショックでしょう。パスが通った。なんというタックル。チームを救いました。試合終了まであと20分です。いいところに通った。ああ PK ですね。これを決められてしまうと1点リードを失います。そしてさらにイエローカードが提示されました。サラーが助走に入る。これが入らない。止めた。これは大きいですよ。これはあるか。このヘディングは。入りません。相手にチェックされて狙ったところに飛びませんでした。リバプールにチャンスが来ました。チャンスにつながりそうな攻撃でしたがディフェンスに処理されました。これはカウンターのチャンスです。おっとボールを失いました。このカウンターは不発です。危ないプレーに見えました。カードでしょうか。現在1点のビハインドですが時間がない中で同点のチャンスを作り出せるでしょうか。ボールは中の選手へ。ちょっと力がありません。これではキーパーに勝てないでしょう。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。サラーが待っている。同点に追いつく絶好のチャンスでしたがシュートは入りません。残り時間を考えると今のミスを後悔することになりそうですね。エメルソン、ニクラス・ジューレ、ここに通してきた。危ない場面もディフェンスがクリア。カウンターのチャンスです。まだまだチャンスはあります。思い切ったタックル。 PK には注意したいですね。アレオラがチェックを受けています。前に運んでいます。前を見たい。アリソンのファインセーブ。1対1を止めました。レフェリーがプレーを止めます。あー、イエローカードです。
ショートコーナー。このパスを生かせるか。強烈なシュートはわずかに枠の外。試合終了まで1分を切りました。逆サイドへ展開するもパスが少し大きかったようですね。スローインです。ホイッスル、ウエストハムボールです。ルイス・ディアス、裏へのロングパス、味方が走っています。狙った、ボールがこぼれた、まだありそうだ、入った、ゴールです。キーパーは最初のシュートに素晴らしい反応をしたものの、2度目はさすがに止められませんでしたね。キーパーは見事なセーブを見せましたが、ボールがこぼれたところを相手に決められてしまいましたね。こういう場面は周りがフォローしてあげないと守りきれません。これは痛い同点ゴールです。監督の表情からも伺えますね。ここで長い笛が吹かれます。リバプール勝ち点1を相手と分け合う結果になりました。惜しくも勝利を逃しています。この結果はちょっと残念ですね。自慢の攻撃力で2ゴールを挙げているものの、守備への意識が薄いことが引き分けになってしまった一因でしょう。これは勝ち点2を失ったと捉えるべきです。